はい、ということで、不動産の見たい欲しがり屋さんたちがここに集合しています。フィリピンで市の有名なです。フィリピンの不動産が見たいか、見たいか、おもつさんのインゴットの欲しいか、欲しい、声できへん。ということで、インゴットください。何余計なこと言うてんねん。あー、抜かれた。いやからシャツで。マフィアさん。そうですね。まもなく到着です。行ってまいります。で、住民票を移さないと、はい、税金がかかってしまう。やっぱりみんな同じこと考えてる。やっぱそうですよね。そういう人たちが増えてきちゃって、あ、増えてんだ。逆に言って、まあ、この東南アジアでね、はい、やっぱフィリピンが今一番安いわけで、はい、ビザとか、はい、それにしろマレーシアにしろ、みんなもちろんシンガポールが高い。ということで、このとこフィリピンの方のクォータービザのあれがものすごい需要が増えてきた。ああ、自分あの時に取っといてよかったなって、やっぱり。そうそうですよね。このビザの以上がね、結局ほら、なんか他のビザだと何かあるじゃん、なくなっちゃうじゃない。そうですね。このビザはペナルティ払えばワンダのね、ああ、例えば年次報告、アニュアルリポート、1月から2月の間にはしなきゃいけないという部分になってる。うん、遅れても月当たりわずかのペナルティで、このビザの執行すること早い。そうですよね。それが本当安心感あるんですよね。それと5年に1度のね、うん、あ、カードアイカードの変更ね、はい、これもアイカードの変更について我々はね、あなたたちが海外に行ってもアイカードを売ってくれば代理でできるんだよ。え、そうなんですか。アイカードを送ってくれればね。クォータービザちょっとあれですよね。なんか他の国のあれと比べて、なんかもう異常にいろいろなんかハードルっていうか条件が優遇されてますよね。ただ最初に取る時の費用が高い。だから、うん、このうちさんが取った時に比べると、はい、もう値段は上がってきてね。そうですよね。そもそも、もうめちゃくちゃ円安だから、うん、預けるお金も増えてるし、一応5万ドル、はい、5万ドル相当の外貨ね、はい、そうですね。ドルでも円でもユーロでもいいんですけども、はい、海外送金がないと、うん、こちらにまず口座を500ドル作って、500ドル作った口座今ですね、観光ビザで、ね、はい、口座を作るとちょっとんでもない。一応口座を作りたいっていうニーズもあるんですけど、じゃあ、観光ビザでの時はこのクォータービザを取るっていう条件なんだから、あ、そこの方で必要な部分を全部提出してね、うん、その方の個人情報で、基本的に申し訳ない、僕が面接をして、うん、その方がその観光ビザで口座を作るのに問題がないかどうか確認してからないのよ。結構厳しくなったんですね。特にね、ルフィとかあんなのがね、すべて銀行がものすごい厳しいんですよ。そういうことっすね。彼らのおかげでは寝ないんだよ。やっぱああいうことあると敏感になるんですね、金融機関。いや、さっきの話は、まあ、興味深いというか、やはりというか、若年富裕層が増えていて、クォータービザのニーズが高まってる。これはもう、まあ、やっぱりかって感じですね。うん、まさかの、内覧1軒目、隣に村人住んでおります。東元に。まあ、俺的にはオーガニック、グラブで届けてくれれば、まあ、ここでも別に。どうぞ。まだ打ちまくってるね。
チョになっちゃう。ノーファップ筋トレチャンネル始められました。ノーサブチャンで見たいな、この人からベンチプレス見たいな。1点目どんな感じですか。リッチがやっぱレガスピの中がいいんで、その仕組みを知らんかったから、安いので釣っといて、これはって言って高いのっていう風になるって言ってたからさ。それはやってみないと分からない。そう、やって来てみて分かったことなん で結局東松さんもめっちゃ探して、うわ安ってなったのがここだったらしい。この川あるじゃないですか、目の前この川を渡るとなんか家賃が一気に半分になるらしくて、僕らのエリアと。レガスピは高いです。でもリッチですか。そう、あそこめっちゃリッチいもん。本当に俺こんなとこ住んじゃったら、だってもうマジで電気なっちゃうもんね。ここで強い連絡取れなくなりました。この人はコンドミニアムで済ませちゃダメだ。この人いなくなるぞ。そうです。ビーガンとグリーンバーから配達エリアなんで近いですね。本当にこもっちゃうぞ。マジマジ。はい。エアビーでどっか泊まったことあります。どっかに。あ、踊ってこい。お前の見てみろよ。次だ、お前。お前。はい。候補的には。すみません、ちょっとやっぱ為替を触る人間としてはちょっと待ちます。今ではなんかやっぱり1年の中でもフィリピン多分 2,3 ヶ月だから、結局そう考えると今別に変わってもそれこそ為替効果でまた次円安に来るフェーズで買うんだったら別にありそれはそうって感じかな。中見さんご存知だと思うけど俺めんどくさいんですよ。とにかくめんどくさがりなんで、また出口でこうやっていろいろ客案内したりしてこうやってやってとかっていうのもめんどくさいじゃん。やっぱり今画面上でクリック一つで出口出れるものがいっぱいあるのにっていう。あ、もう買うならここ、うん、買わせ上そう、ちょっとタイミングが違うかなっていう風ですかね。超円安なんで、フィリピン PHPJPY チャートでも出しておいてください。何が言いたいのかっていう。じゃあジョリビーでテイクアウトしましょう。ジョリビー、ジョリビー、絶対聞きない。絶対オーガニックです。